皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日もアンチャーテッド4やっていこうと思います。前回ボロボロだったよね。扉へ向かう、あ、はーい言われちゃったよ。結構やられまくったよね。これ強くない？え、いや強いのはいいんだけどさ、あ、違う、いやいや違う違う違うん？よし行くぞ、ほら。お、いける？うわ、お、どうも。それは？手紙みたい。エイブリーの署名付き。マジで？読んで。忠実なる仲間へ。太陽が栄光の楽園に沈むとき、我々はその富を守り抜くべし。裏切り者のテューは秘密を知っている。すぐに行動せよ。ダムを破壊しニューデボンを一掃し。なるほど。ほらね、私の宝を通路から船に移動せよ。テューとエイブリーは対立してた。そんなに驚くこと？いや別に。ほらこれ。サンキュー。ああ、改めて、忠実なる仲間へ。太陽が栄光の楽園に沈むとき、我々はその富を守り抜くべし。そのために我々は弱点を排除した。裏切り者のテューは秘密を知っている。すぐに行動せよ。ダムを破壊しニューデボンを移送し、私の宝を通路から船に移動せよ。エイブリー卿。じゃあ通路を探すか。たくましいたくましい方だ。ああ、もう奴らの足跡があんのね。あ、じゃあもう荒らされた跡ってことね。足跡はここで途絶えてる。そんじゃ奴らはどこに？幽霊でしょ探しましょう。足跡が途絶えてる。上か下かじゃないか。ん？なんかある。サムのライターだ。落としたのかな。ああ、わざとね。ってことは近くに探し物があるってことだ。他に部屋の出口があるはず。エイブリーの通路ってのはそのことかも。スイッチはどこだ？うん、これが怪しいと思う。もしかしてこれスイッチ？違う。違うか。いかにもなんかこの額のへこみが怪しいような気がしたんだよね。これかい？じゃあパカッパカッとパカッと蓋を開けると、これか？もしかして。お、これだろう。怪しい。ネイト。ええ、なんかあった？多分ね。うわ誰かが先に解いてくれてた。どうやった？リバタリアがあるはずの場所に血のついた指紋があったから押したの。やるじゃん嫁すげえな。その前にちょっとピカンを探させて。なんか怪しいような気がするんだ。おー、虎の敷物。おお、登っちゃダメだよ。なんかありそうじゃないですか。ごめんね、ちょっと探させて。お、すごいなこれ。何かあった？イギリスが発行したエイブリーの逮捕状のコピーだよ。世界一のお尋ね者ってことを誇りにしてたのか。ふーん、
俺はこんだけすげえ人間だってことなんだろうね。で、怪しいその階段、途中でなくなってるかな、もしかして。お、お、発見。ムガールの食器。ピカールなら知ってるけどな、ムガール、ムガール帝国のムガール。おお、これは価値がありそう。山崎のパン祭りでもらえるボールとはわけが違うような気がするよね。ムガールの食器だもんね。山崎のシール何ポイント集めてももらえないよね。じゃあ行こっか。アホなこと言ってないで。いやー、酔うなこの螺旋。お待たせ。じゃあこっち、螺旋からの螺旋。手紙にはエイブリーが宝を船に移したって。ああ、宝はまだ島にあると思う。多分。もうどっちだっていいよ。嫁がいる手前ね、どっちでもいいよとか言っとかないとね。おろ、ああ、こっちか。注意して。いや、そのうちあいつ出てくるよ。レイフだっけ。気をつけてね。エイブリーは洞窟も掘ってたってわけ。どこに続いてるんだろう。確かめに行く。今にも崩れそうな感じ。中級エイブリーの狂気。おう、塞がれてる。いけないよね。いけないよね。はい、同じく。ん、見て、足跡。こっちに来たのかな。ずいぶんたくさんあるわね。ねえ、ゆっくり行きましょう。ああ、わかった。向こうか。やっべ。なにこれ、なにこれ。え、コントローラーをどうすればいいの。カンカンカン。何？カンカンカン。振ればいいの？これ意味が分かんないんだけど、どうやればいいの？カンカンカン。一生懸命カンカンカンやってるけど、何もなんないよ。よし、いいぞ。え？何だったの今の？いけない。初めての表示だったような気がする。行き止まり。何なの今の。多分ナディーンの部下だろう。すぐダイナマイト使いたがんだ。こんなとこで使うなんてバカなの。ああ、結構バカ。バカなのって言っちゃうのはいいよね。まあどの世界にもバカはいるよ。まあ、まだ消えそう。やっぱコンコンコン。電池持ってきたの。あ、うん。でも今は海の底。聞かなきゃよかった。だよな。聞こえる？僕が今コントローラーカタカタやってんの。ほら。え、何も反応しない。あ、振ればいいの？頼むよ。ちょっと振ってみる。いいぞ。あ、振ればいいのか。カンカンカンって叩いちゃったよ。何これ、ダイナマイト。
うわ、待って待って、それかなりヤバそうな罠。ああだな。でもサムたちはここを通ったわけだし、ついていくしかないな。ああ、あれ、なんつうか、あの赤い樽が置いてあるのって、あの上を通ったら土管ですか？まあでもショアラインと同じ道を行けばいいだけの話でしょ。本当、このミシミシ言う音最悪なんだけど。足跡ないとこは踏まないようにと。そうね。何？とにかく今は爆発避けるので精一杯なの。これで一安心。ふう。だだっ広いけど、これは松明つけるやつか？お？封鎖で足跡はこっち。エレナ、見ろ、足跡が消えた。きっと彼らが通った後に崩れたんじゃない？ねえ、これここからどかそう。ええ、いけんの？ほい。おお、あぶねえ、あぶねえ。別の道探そう。あ、ダイナマイト使えばいいんじゃない？見習ってね。頼むよ、あともう少しだけ。くっそ、ちょっと振ってみる。頼むよ。ダメだ。ダメみたい。サムのライターは？そうだ、忘れてた。頼みますってば。まあ、そうだな。船でアホみたいに吸いまくってたっけ。大丈夫、マッチ持ってきた。マジで？もちろん。ほら、ついた。ちっちゃい。嫁。え、わかんないわかんないわかんない。あち、ごめん。待って。いて、頭打った。なんだよ。ね、来て。さっき松明あったじゃん。あれに火つけてよ。ったく転んだ。こっちよ。そう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 、その松明。そう、それそれ。ありがとう。サンキュー。さすが準備。もう慣れっこだもん。ほら、道探しましょう。うん。これってロマンチックじゃない？ロマンチックの意味わかってるわけ？わかってるさ。ここダメだ。こっちが行き止まりになったでしょ？崩れたでしょ？え、そっち行けないでしょ？いや、あと行けなくない？ここダメだよな。どうすればいい？え？登るとか？ここでもちょっと怪しいよね。なんか、あ、ただ崩れてるだけか。お、発見。これならいけそう。持ち上げる。うん。火持ったままだよね。燃える嫁になっちゃうからね。オッケー、ほら来て。ほら来てって言われてもいけんだ。オッケー、サンキュー。おっと、潜入してるみたい。え、二手？こっち行き止まり？こっちはいけない。
引き返そっか。うわ、動きづらい。気をつけて。おう、落ちていいんだよね。うわ、何なのここ、なんか不気味。え、全部骨、手じゃない、これ全部違う、あ、手だ。うわ、気持ち悪い。手だよ、ほら。おい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 、なんだよ。私から盗んだものなんて。うわ、エイブリーは正真正銘行かれちゃってるな。この場所嫌い。俺も早く出よう。そっちに何かあんの？あ、でもこっちにもあるんだよね。崩れてる。あ、火つけられんね。何なの、あの気味悪いカゴは。さらし台。え？それさらし台っていうの。知ってたよ。あ、そう。なんだよ、知ったかぶっちゃって。さらし台ね。かわいい。さらし台ね。お茶目ですね、嫁ね、かわいいですね。あ、これか。オープニングにも出てくるよね、これね。タイトル画面でね。おい、あれ。うわ、ミイラ。怖えな。え、なになに。L プラス。え、なになに。うん、やってるけど。ナイト。え、なになになに。 L プラス丸こうつけて、固まっちゃったんだけど今画面が。こっちでいいんでしょ。で、おい、あれミイラ。はい。あ、そういうこと、逃げろってこと。平気。うん、平気。今の何。罠だ。マジで侵入者を追っ払いたかったみたいだな。足元注意。私注意するのはそっち。ごめん、気をつける。ローリングしろってことね。こういうことね。わかった。なんだよ。あー、くそ。大丈夫だった？あー、とりあえずなんとか。俺は少し下がってようかな。嫁は無敵なんだね。来るかな、また来る？来ない？来ない？あ、やべ。大丈夫か？平気？さっきの爆発の原因はこれってこと？だな、たくさん崩れてたのも納得だ。なんだ？落ちそう。ってことはこっちは行き止まりか。近道見つけた。本当に近道なの？前向きに考えないと。うん、そうだな。あ、大丈夫そうだ。気をつけて。嫁で安全確認するっていうずるいやつ。上だね。ひどいな。ジャンプして大丈夫？エイブリーはここの飾り付けもしたのね。また人間の飾り。さっき切った場所と一緒じゃないのこれ。あ、違う、さっきは手で、今度は肋骨？何これ。
水、こっちは爆発するミイラ。畜生。ローリングしなかったね今ね。大丈夫。あ、でももうそっちはいけない。そっち？でこっち？あ、そういうことか。今丸ボタン押したんだけどな、またいつもの猿ジャンプになっちゃったな。じゃあこっちの水っぽいとこでいいのね。爆発すんなよ、いいな。あ、逃げ道はなんか段差があるから大丈夫かな。うわっ。そんな何段階にも爆発されてもな。え、もう、もう勘弁しろって。ダメだ、死んじゃう。大丈夫、耳栓持ってくれ。よかった、声でかい。だ大変、もうあの一体も爆発する。ネイト気をつけて。エイブリーはエジプトマニアか。この人たちはなりたくてミイラになったんじゃないだろうけど。一応このミイラの足元にはトゲトゲ置いてあるんだね。お、階段。これ爆発しないよね。発煙筒かな。怪しい。一回下ったら登りの層だから先にこっち行こう。行き止まり。あ、行き、おっと、発見。いいね、よかった、行かなくて。さっき古代の石器、大理石かな、なんだろう。はい、よし、じゃあ戻ろう。あー、誰かが待ち受けてるよ絶対。じゃあ追跡再開っと。足跡はこっちよ。戦闘準備 OK？ うん、私は OK。 何今の引く？違う、落ち着いてよ。さっきの青白い光はどうなってる？あっちじゃないの？あ、あいつらがこっちから来たってことね。了解。あ、爆発。あ、タイマーとつけられないんだね。どっちよ。あ、どっちじゃなくて通じてるか。よそ見てもしてたんじゃないの。サムはいないみたいだ。見つかるわよ。お、誰かいそう。まずい、エルナ、ゼロ。バカ野郎、全部崩れたらどうするか。諦めろ。またかよ。また偉そうな武器のやつがいるんじゃないの。何？
せ、金星、おお、読め、せ。うわ、大変。顔出して。当たんねえな。いた。ああ、やべ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 。まただよ。もう。また猿ジャンプで戻って。顔出せ。行った？行ったっぽいね。お前だな。やべ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 。あ、ちょっと逃げられない逃げられない。おい。いける？誰もいない？いない。もしかしてなんですけど、ちょっとごめんなさい、今モニタリングしてて思ったんですけど、PC の不調で画面が音声と合わない、もしくはカクカクしちゃってる可能性がありますね。ちょっと今動きを見てておかしい感じしたんだよな。ちょっとごめんなさいね、無駄な動きします。最近よくね、ちょっと PC の調子がおかしくなっちゃうんですよ。で、ゲームに夢中になってるとなかなかモニタリングできないんで。これ、ところで銃さ、あ、使えるんだよね。うん、まあ時間もぼちぼちなんで、もうちょっと頑張ってほしいところではありますな。すぐそこでやるのかよ。え、嘘、撃たれた今。あいつ、そんな近くまで来ん、どこにいる。あ、こっちダメだ、もうちょっと、そうそうそう、ダブルで。で、重装一匹いたよね。そっち。撃とうとすると引っ込むあたりが憎いよね。ちょっと回復しよう。早く。消えた？まだいる。まだいる。しつこいね。紛れ？撃てない。撃てない。あ、撃てた。この撃てないときは何なんだろう。なんだこの銃、何なんだ。じゃあここで撃とう。
カモン。芸人か。で、奥から来るんだよね、来てもね、重装野郎がね。変えといた方がいいかな、もしかして。あいつか。あ、銃変えればいいだけですか。すっげえ連射力半端じゃないね。これ良さそうじゃない。ショットガンか。あ、ダメだ、弾ねえ。変えよう。あー、128、まあいっか。まだいる。いたぞ。いた。肩打ってやった。覚悟は。おお、危ねえ。まだいるよ。グレネードだ。嫁危ねえぞ。重装かよ。リロード。嫁突入するね。いいかな。もう弾ないな。コンドル。あー、まだいる。もう BGM がやまないからさ、いるんだよね、確実にね。こっちで合ってるも、合ってなくない？はい。じゃあちょっとね、戦闘の途中でありますが、お時間いい感じになってまいりましたので、それとちょっと動作不良が懸念されますので、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルムゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。